さあ部長、はい、そして今日は副部長も、はい、今回は私のわがままでございまして、はい、なぜ過去2回私だけ釣ってないっていうところがございますので、リベンジしたいなということでございまして、秋田港北防波堤にもうなんか釣ってるよみたいな、はい、アナウンス情報が入ってきておりまして、今回ちょっと期待できるんじゃないかなと。それでは詳しい話は全く僕分からないので、はいはいはい、伊藤社長でございます。おはようございます、はい、失礼します。おはようございます。おはようございま す, います今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあもう早速行きましょう。はい、もうサラダ待ってますから。じゃあこちら券売機で、はい、ここで入場券とレンタル、はい、あとライフジャケットが必ず必要になります、はい、なるほど。手ぶらの場合はこの3つが必要になります。わかりました、はい、ちょっと入れさせてもらいます、はい、で浮きですね、はい、はい、これでもう釣りができちゃいます。なるほど。じゃあ行きましょう行きましょう、はい、まあ、こっち曲がって、はい、角の方からめっちゃいるじゃないですか。確かに。さあ、はい、ビップルームへようこそ。いや、そうびっくりしました。あっちから見えなかったところがまたあるんだみたいな感じの。見えない見えない。でレンタルタックル、はい、持ってきました、はい、3セット、はい、そのカゴに入れるこの巻き餌、これをこうチューッと入れて、あ、そこに入れるんだ。はい、これのパラパラって巻いたやつに魚が集まってくる。おだ、同じ位置をずっと釣るので、ここにうまく魚がいればもう連続でそのなるほど、なるほど、効率よく釣れるようになります。来てる来てる、ヒット。おー来た。これは本川ハギ、肝が美味しい。おお仕事早い、よかった。水族館にしとこうか浅野くん、釣れました。早い早い早い釣れた。おさすがダブル。カワハギ、ウマヅラかな、こっちはウマヅラハギ。やるね。さっきのは本川ハギだったけど、こっちはウマヅラハギ。まあ、どっちもこの肝が入ってると美味しい、はい、肝あえとかね。ちょっとまだちっちゃいかな。後で逃がしてあげましょう。はい、なんか寒い感じですか。すごいプレッシャーが。すごいプレッシャーがある。俺の釣りました。早いんだもんだって。え？